はい、こんにちは、カズボです。ドラゴンクエストモンスターズ続きやっていきたいと思います。ですね、前回ね、このストロングアニマルとかスライムツリー作ったんですけど、まあ、グリズリーも強いんですけどね、グリズリーからストロングアニマルにしたんで、まあ、グリズリーの方が攻撃力高いでしょうけどね。なんですけど、117とかあるんで、レベル4で。で、戦闘に出さないと特に覚えないんで、これ預けてレベル上げた感じですね。それでね、グリズリー、トーテムキラーかな。トーテムキラーとさ、これでさ、キラーマシーン作ったりできんですよ。だからこのあたりキラーマシーンにしたいかな。まあ、グリズリーでもいいけどね。で、トーテムキラーがこんないっぱい持ってるんで、リエミトとか。どうすかなと思ってね。結構面白いのいっぱいできんね。メドーサボールできんね。さてどうしよう。メドーサボールはもうあいつしか思いつかないんだけどね。まあいいや、今回これでいこう。まあ、グリズリーが強いからね。ストロングアニマルも強いと思いますけどね。まあ、恒例の図鑑紹介とかもしたいしね。今回もう一個の扉か。そこ攻略しよう。前回はここ行ったんだよね。安らぎの扉。何が安らぎなんかわかんないけど、カジノ。勇気の扉。ここはね、まあそうだね、前半戦は終了かな、ここで。なんだけど、もう一個かな。9回あんね。さて、お、骨付き。ルーラ。魔物。どうしようかね。お、鼻じじいじゃねえや。鼻魔導だね。鼻魔導。シャシャか。まあ、レベル上がるんじゃない。オッケーオッケー。ここだけバイキルト使えるようなの。まあ拾っていってもいいけど、さっそうと急ごう。さっそうと急ごう、意味一緒だけどね。まああんま気にしないでね、自分いつも適当に。適当でもないけどね。適当ではないんだよ、決して。決して適当ではないんだけど、なんか同じ意味のこと言ってみたりね。まあ下手くそな韻踏んでると思っていただければいいかな。いやー、もう嫌でも上がんね。これもバイキルト使いたいよね。わお。まあメインとなる3人をとりあえず、まあ、配合で強くしていけばいいかなとは思うんですけど、3人っていうか3体。お、霜降り。まあもったいねえな。拾うでしか今手に入らないもんね。まあ作り方は無駄にねしてるだけあるからね。すごい強いの配合してもう作れることは作れんですよ。もうスカイドラゴンとか取った時点でもう浮かんでるのはいるんだけど、
冒険に伴ってレベル上げていかない、比例してね、レベル上げていかないとね、経験値とか追いつかないじゃないですか。だからね、そういうのあるからさ、前それですごい苦労したんだよ。まあ霜降りはいいよ、ね、この時代はねスカウトがなかったんで、まあいろいろ調整していくしかないもんね。まあそれはそれで楽しいんですけどね。そうだね、そうだね、スカウトなかったんだよ、よくよく考えたらね。ちょっと暑いんで、まあ、こっちの話ですけどクーラーつけますねムシムシしててさ、たまにピーピーとか音鳴ったり、なんかピローンと音鳴ったりしますけど、自分ね自営業なんですよ。だからね、まあ定時とかはあるんですけど、朝ね、まあ8時5時とかなんだけど、普通に土日とか祝日とかはまあねごめんなさい、基本ね休みではあるんだけど、基本ね従業員とかはまあ出たいって言うけど、なんでかっていうと、まあ、基本的にね、給料はね、従業員に渡すんですけど、まあ、普通にね、当たり前のように。結構、歩合制なところあるんだよね。やってくれればその分自分払うし。うん、正社員になると安定はするけど、まあ、どんなに頑張っても給料変わらなかったりするじゃん。だからね、そういうのがあるからね、霜降り使っちゃうか。おい、そいつ欲しいんだけど、まあいいや。でも真ん中もなかなか出ないよね。骨付き次使ったらまずいかな。霜降り1個使ったから、骨付き霜降りって食べることができない。寝てんのか。入んねえかな。よっしゃ。ウィンドなのか、マージなのか。ウィンドでいいや。クじゃねえや。イってちっちゃい字だっけ？まあいいや、ウィンドウ。ウィンドウでいいや。ウィンドウ、まあいいや。窓か。窓か、お前は。窓、あ、メスだったら窓かにしようか。なんで？ウィンドウだから。窓、窓になって。いや、つけたらなんでそれにしたんですかって、またね、動画で説明してるのに、後で説明するのめんどくさいからいいや。見てくれればいいんですけどね。二度手間なっちゃうしね。その分、自分だん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 遅れていっちゃうからね。お！これ誰も仲間してないな。そろそろ配合しないと。大ミミズなんかドラッケ4にいたけどね。この人食いサーベルもそうですけどね。まあ大体1から6まで凝縮されてますよね、これね。霜降り効果強いね。やっぱいいね、あれね。OK。オスばっかりだな。とりあえず卵にして全部メスにすっか、今度。サーベル、サーベル。まあ、後でね、適当に終わるって名前つけますけどね。今、適当にすると分かんなくなっちゃうからさ、自分。そこまでカーソル持っていかないと何のモンスターか分かんねえじゃん。まあ何回やっても面白いっていうのが、もう入れてないモンスター出てくるとさ、ちょっとテンション上がるよね、このゲーム。
9階建てだからさ、ちょっと急いで行ってはいますけど、何も拾わないで落ちていったらなんかすごい下まで飛ばしてくれる人出てきたよね。確かそんなあったと思うんだけどね。これメスだったら笑えるよ。まあありえっからね。お、狭い、狭き場所だね。これだけしかないんかい。これのバイケルトは美味しいからね。もう合成っていうか合体しちゃって、配合しちゃって、合成とか合体とか配合とかさ、錬金とかさ、自分すげえ言い間違えるんで、本気で気にしないでくださいね。まあ、配合なんだけど、間違えて合成って言ったりするんで、配合のこと、合体とかね。配合なんじゃないんですかとかさ、配合なのではとか言われるとね、まあ、頭で分かってても口で言っちゃうときってあるじゃん。ドラケー5の音が鳴ったね。バイケルトって結構レベル上げなくちゃ覚えない？覚えてた？今覚えてないよな。だよね、まだ覚えてないよね。いいとこになんかいましたね。まあ入んないと思いますけどね。まあどれでもいいや、どれも入ってないんで。まだなんでそんなボミエとか使うの？あんた攻撃力高いんだから。普通にいらない、いらない特技を、まあ、封印するって手もあるよね。ダメダメダメ。麻痺攻撃。麻痺、体当たりだね。モンスターズとかってさ、まあ、対戦とかもあるけど、あ、こういうモンスター作ってみようとかさ、スライム系だけでやってみようとかさ、いろいろあるじゃん。あ、これ。ここにもなかったか。あら、
あれちゃんとヒントだったね。勇気があれば答え越えられる崖だってあるんだよね。さてこっからが僕の仕事だ。その勇気でかかってこい。もう仲間入れてるからね。ビッグアイから自分配合してこれにしたからね。まああまり余裕すぎるんで多分。これ仲間なんなかったよね。なったっけこれ。勇気があれば越えられる崖だってあるんだ。これからの冒険も絶対に諦めちゃダメだよ。自分が信じる道は迷わずに突き進むんだ。間違ってもやり直せるさ。さあお城に帰ろ。これ間違わなかったら仲間入るとかじゃないよ。お、テリーよ、ビッグアイを倒したか。何？ビッグアイが仲間にならなかった？そうか、まあそういうこともあるだろう。そなたに言い忘れたが、ボスに肉など不要だ。肉など使わなくても仲間になるものはなる。ならないものはならない。このことをしておれば、肉の無駄遣いもなくなり、10万ゴールドくらいすぐに貯まるであろう。1000万ゴールドもあっという間じゃん。10万でもさ、きついのにさ。1000万ゴールドとか言ってるね。さて、どうすっかな？やっぱレベル上げようか。次まあ、格闘場なんだけど、バイキルト覚えないとダメだね。あれだよね、ビーンファイターだったよね。ビーンファイター配合したよな。あ、違う、コブラだ。コブラがバイキルト覚えたんだね。え、だよな、覚えてるよな。ここも覚えるはずだもんね。だから、バイキルト覚えるまでだよね。他のはもう配合しちゃっていいや。それで時間ある時に連れて行って、まあレベル上げてかな。さてどうしようかな。キラーマシン作りたいけどね。ここだってプラス1だもんな。ネジコボスばっかりだもんね。あー、さまよう鎧、踊る宝石、さまよう鎧、ウィンドマージ、ウィンドウか。あー、ホイミ使えるね。あー、ここもさまよう鎧できんのか。トーテムキラーでキラマシンできるもんね。さあどうする、さあどうする。ウィンドマージもなんかいいのできるもんね、こうやってね。さて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 、ザウラル、キアラルか。ザウラル使えるやつそろそろ入れないとね。だからユニコーンとかそうなんだけど、できなかったっけ。ニワトリ、待てや、ニワコ、ニワトビ悪魔作れんな。ニワトビ悪魔も結構レアだったな確か。オニワトリ氷河魔人でこれ何できんだろうね。ここら辺に作っておいていいかな。まあ鶏とウサギで、あ、すいません。
岩飛び悪魔ができるみたいよ。ペンギンができるみたいよ。あ、メス生まれた。そうだね。いわこ。連れていこうか。まあ、バイキュート覚えるまでだから。どうすかな。軍隊ありもそろそろなんかに変えたいな。冬虫夏草。ハサミクワガタ2体でなんかできますよね。さーてどうすかな。軍隊あり捕まえてきて、そうだよね。結構いいの持ってんな。今作っちゃっていいかな。まあプラスチー高いからいいか。まあ孵化させてもいいよ。これを連れてっていろんな呪文を覚えるでしょうからね。ハサミクワガタメス。ハサミクワガタメス。は、はっさ。ちょっと喉の調子がおかしいな。はさ。はさ。はさ。はっさん。は、はっさん。はっさん。はっさんだとオスだね。はっさ。ハサミクワガタメス。ハサーシャ。やめとこ。ハサミでいいや。ハサミでいいや。もういいや。あんま変な名前つけたね。まあ、ここもそうだね。強いけどね。攻撃だけだもんね。ボミエとかいらないもん。よし。はい。ということで、今回ここで終わりたいと思います。じゃあ、レベル上げて、まあ、メインパーティーにして、あれにします。まあ、キラーマシンとかも作れるようにしたいんで、次回ね。とりあえず、ランク上げて、また次の扉行けるようにして、レベル上げればいいかな。よろしければ、グッドボタン、チャンネル登録、ツイッターなんかしてあげるとすごく嬉しいです。ご視聴いただき、ありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。